インコ、ワールドカップドイツ戦で日本の敗北を予想。このイベントは21日那須町にある動物園、那須動物王国で行われ、大型のインコの仲間、ヨウムのオリビアがサッカー日本代表の勝敗を予想しました。インコさん、一度日の丸を取るも、それを捨ててドイツの国旗を取る。サッカーの試合より面白そうな駆け引きしててくさ。結局全部食われてるのかわよ。いつものタコ派？とっくに死んだ。悲しい。日本が先制するけどめくられて敗北やな。2点先制してからの逆転負けかな。ベルギー戦みたいなのが一番頭に来るからやめて。